あのタイに2週間行ってらっしゃって、まあ、それで今週と来週と行ってらっしゃって、で先週はちょっと日本の感染症学会だったんで、あのずっとよもやま話、あのお休みで、まあ、ちょっとやらないと忘れられてしまうなと思って、あのとりあえず今日一1人でやろうと思ったんですけれど、そしたらあの後藤先生にご参加いただけると、視聴していただけるとお聞きしたので、まあ、それだったらぜひパネリストで、えー、参加してくださいって言ってたら、 あの西村翔先生がですね、えー、登録されているのを見かけてあ、それだったらパネルですね、<laughs> お願いしますって言って、なんかちょっと普段よりも豪華な感じになってしまいまして、えー、非常に嬉しく思っております。ありがとうございます,います西村先生 先生は、あれですかね、ご面識がもしかしたらないかもという。ないと思います。ないです。お会いしたことないですよね、多分ないです。先生が神戸大学にいらっしゃった時僕、ちょうど外勤でいなくてですね。お会いできなかったんだと。あれってもう6年前ぐらいあそうです、そうです。ですよね、それぐらいですよね。そうなんです。そして、郷さんあ、いいですね。すごいですね。この状況で入ってくれて、根性ですね。すいません、遅くなって。いえいえ。 今うは すごいですね。アメリカと、アメリカとタイと日本から<イ>と <laughs> <laughs> かなり苦しいです、ね。すいえいえいえ。あのー、いや、西村先生とちょっと後藤先生、初対面だという話で、えー、今、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっと、じゃあ、山本先生がもしかしたら途中で抜けるかもしれないということで、はい、すいません。はい、いえいえ、あのー、山本先生に関係する話題を先にと思うんですけれども、今日のトピックスはなんと いやもうでもねあの、みんな騒いでますけど、結局ね、なんていうんですかね、もうないのはもうしゃあないじゃないですか多分、ないからもうその、今まで通りにあのガチでこう取っても、 無くなっていくので、まあ、それ有効活用しないといけないのと、まあ、誰かが、なんか、買い面めるのだけはちょっとね、避けたいと思うんですよね、うん。そうですね。あの、提言にもありましたけど、まあ、例えば、陰性確認の本数を減らすとかってあったじゃないですか。はい、あれって、間に、ニュ受けるんやったら、例えば、漢字レミアとか、あの、SAB の時に陰性確認しないっていうのは、本当にプラクティスとして成り,成り立つのかっていうのがあるじゃないですか。あね なんか、あまりこう、日本でね、それはやっぱりやめた方がいいとかって、あんま意見言わない人が多い、多いところって。 なかなかね、難しい、ちょっとうるさいですね、ごめんなさい、後ろ。どこかで歌ってるんですよ。はい、すみません。後藤先生とかなんかありますその陰性確認をしないとか。そですねあの、そのトピックに関しては、かなりコントロバーシャルなんですよ。で、まあ、そもそもそのブラッドカルチャーっていうのをどういうふうに取るべきなのか、で、<ー>どういうふうなのプラクティスがそのオプティマルなのかって、全然実はサイエンティフィックなデータってないんですよね。2>, うん、2セット採取っていうもの自体が大体ドグマなので。うん で <laughs> エンドカー川大臣の時はサンセットってもう1950年代からドグマなんですよね。うん で、ね、それが、その、いわゆるマニュアルブラッドカルチャーをやってた頃時代に確立されたドグマっていうのは、うん、今のその、不良用っメーティ,ティッドのそのブラッドカルチャーの時にも、本当にその、成り立つ、成り立ち続けるのかっていうのは、あれだと思うんですよね。あの考えないといけないところだと思うんですよね。うん、まあ、陰性確認に関しても、その、陰性確認もって言っても、いろんなプラクティスがあるじゃないですか。で、例えば、だから、3日後に1回取るのも陰性確認だし、で、あるいはその、1回陽性になったら、あの、それをずっとなんか、 1>, 大きいあの1週間とか2週間と取り続けるのも陰性確認だし、で、その陰性確認のって言っても、いろんなスペクトルがあるんですよね。で、そのどれが必要なのかっていうのもありまして、もちろん菌によってどういったその陰性確認が必要なのかっていうのもすごい大事だと思うんですよ。まあ、いわゆるあのグラムネガティブ、え期戦グラムネガティブだったら陰性確認いらないんじゃないかとかいう話もありましたけど、まあ、正直言うと、あのスタディっていわゆるあ,のあんまり重篤じゃないコミュニティアクアイアのバクテリアばっかりなんで、で例えば ICU でそのいっぱいデバイスが入ってる人の、 グラムネガティブロットバクテリー名を本当にその陰性核にしなくていいのかとかあるいはなんかどっかに血栓がありそうな人の陰性核にを本当にしなくていいのかっていうのはまた話は全然別だと思うんですよね。うん、あのスタイって結構オーバージェラライズされてるんで。なんか多分ねあの今回のやつって 学会のリコメンドはそういう案わり書いてるんですけども、もう具体的にこういう疾患ではこう体験した方がいいよっていうのを明示するいいチャンスやと思ってるんですけど、ただ明示する根拠があんまりないんですよね今のところ。ないんですよね、そうです、ね。あのやれというのもやらなやらないもっていうのもみんなあの <laughs> オピニオンであってドグマなんで。ああなるほど。だから逆に言うとあのこういっ たトピックがその実はサイエンティフィックな根拠があんまりなくてこれから研究せんといかんことなんだっていうことをその明らかにしてくれたっていうのはあると思うんですよ、ねうんまあ、血液培養の監視培養みたいなのが、まあ、たまに出るんですけど、はい、まあそれはなんかこの時期にこう、ね、ちょっと、ねうん、やめませんかっていうのはアプローチしてもいいんじゃないかって話まあそうです、ねはい、まあだからそれこそなんかあの今年の ECMI といそういうセッションもあったんですけどあのブラッドカルチャー二2セットって本当に大事なのかっていう、はい、まあそれよっか再血量の方にフォーカスした方がいいんじゃないかっていうプロコンじゃない いいんですけど、ね、なんかそういうセッションもあって、まあ、確かにそれはその通りだと思うんですよね。僕らも、あのー、今あれなんです、ブラッドカルチャーのイノキュレートルアマントって言って、そのブラッドカルチャー、何 CC 入れてるかっていうのは、もう全部報告出すんですよ、一本一本に。<ー>で、それで足りてないのにはフィードバックかけるんですよね。で、それであのコメントにも陰性だって、もこれは足りてないから、あの議員制の可能性がありますとか、あ<ー>のコメント出してあ。それって機械的に測ってますわ。 あの僕ははかりで今、重さかかってますよ、全部でそれを僕らの、あれで、ね、はい、レポートにも入れてるんですよ、全部。あ,あはいはいはい <laughs>、まあ。レポートに入れるっていいですね、何ミリ取って、ああ、いいですね。ねなんか西村先生どう思います、今回いや、まあ、そのうちも差し当たり、明日からこうフォローの血液培養、絶対いるやつをある程度明示しないといけない、ただ、まあ、ガイドラインに書いてあるからいる、でもかその患者の活テ関連血液感染症とか、 動協議とかそういうのは絶対いりますよっていうことは明示しますけど、現実問題、半数に減るっていう状態で、フォローの血液培養だけを1セットに削減したところで、ほとんど多分、もうス,あのスズメの涙ほどの減量にしかならないんじゃないかなと思って、現実的な落としどころは、一旦はある程度、こう1、2週間運用してみようかなと思いますけど、それで減らなければ、もうその段階で、まあ、 もうあの1セットにある程度限定しないと乗り切れないんじゃないのかなと、ちょっと血媒<ー>の取るときに2セットではなくて1セットっていうふうに限定しないと現実問題に乗り切れないんじゃなかろうかとは思ってはいます例えば地震の時にね、血媒のボトルが同じくなくなってるんですけど、はい、なんかウロゼプの時は尿だけ取って、もう血液媒は省略できてもいいんじゃないかっていう話題が出てるので、ああいうのってどうかと思いますけど。 まあ、極論にななるるととそういういののも入ってくるのかなと思うユーロセプシスの場合にそういうプラクティスをするっていうのはあ,のあると思うんですよね、はいあの。ブラッドカルチャーの目的っていうのが、はいまあ、一つはその、いわゆる菌血症を見つけるっていうことだけですけど、もう一つは、はい、プライマリーのサイトからあの直接検体を取りにくいあ<ー>あの時に、はい、起炎菌をあの捕まえてくれるかもしれないと。 そ尿だったら、その尿,だったら尿っていう取りやすい検体があるわけじゃないですか。はい、なんだけど、例えばそれが、あのまあ、例えば脊椎の,そのオステオマイライティスなんかで、それであのなかなか CT 外でのバイオプシーをしないとなかなかそこまで取れない、はい、その時にあにブラッドカルチャーでひょっとしたら捕まえてくれるかもしれないっていう、はいまあ、間接的にその肥炎菌を同定できるかもしれないっていうところがあるんで、んで逆に言うと、そのブラッバクテリミがあろうとなかろうと、重篤なのであれば、基本的にはセプティスとして扱いますよね。 なので、そのプライマリーサイトからのその直接の検体採取が取り,取りやすいかどうかっていうのも、確かにクリティカルには考える必要があるかもしれませんけど、ね、低速性たんか炎で、も明らかにドレナージがもうすぐにできそうな症例に関しては、うんまあ、欠売は一回やめてもいい,いいんじゃないか、そういうことな、まあ、そうでしょう、ドレナージがすぐにできるんだったらですね。うんそう まあただ、それもちょっと閉塞性生誕炎とかいろいろありますからね、あの農業いっぱいの、いいね、あのマルチプルの農業のーー併用してる、合併してるやつとかもありますし、単純なアスセンディスコラティスだったらおっしゃる通りかもしれないですけど、<ー>それは正直言うと、あれです、はい、ケースバイケースになるところは結構多くなってくると思うんですよね。あ<ー>例えば重篤などでいうと、細菌性ず膜炎で、だったらあの抗菌薬投与できる前に LP できるんだったらいらないじゃねって言って、ただそれでやめる勇気がある人、はあんまりいないと思うんですよ <laughs> それはないですねういうです。ありがとうございます <laughs> あ笠田先生戻しますあこれは、まあ、アメリカではね、もともと最近特に欠媒予防に取りすぎじゃないかとか、うんまあ、どっちかというと過剰に取ってるんじゃないかっていう議論があって、うん、日本ではまあ、まあ、アメリカに追いつけみたいなところで。うん 本当に何が正解か分からないというところで、あのまあ、ダイアグノスティック・シチュワードシップの話が最近出てきて、これって、あのダイアグノスティック・シチュワードシップのすごいこう応用問題だなっていうふうに感じていて、うんまあ、本当にね、何をどう考えて、どういうふうに検査を方針、組み立てていくのかっていうのが、すごい問われているな。 いい機会といえばいい機会なんでしょうけれど、まあ、でもそんな余裕を言っているような状況でもないのかなと。えー、まあだからこの状況で何が正しいのかと考えるのは多分、分あのそもそも違うと思うんですよね。こういった何かが足りないとか、その理想的なプラティスッができないという状況では、すべてが間違いなので、でうんうん、一番ましな間違いを選ばないといけないという状況なんですよね。分あの2020年の CID に多分、ジョンス・ソップキンスから多分そのブラッドカルチャーのスチュアートシップに関する多分あの観察研究、 が出てて、まあ、そういう風にプラクティスしたら陽性率を下げずに、あの、血売のボトル,ボトル数を減らせたよっていうようなスタディが。出てるのは出てるんですよね。それは、その、現金を捕まえるという目的よりも。フォーカス別に、その、血売の陽性率を、あの、三つぐらいに分けて、はいはい、で、陽性率の高い、はい。 感染症に関しては取りに行って、<ー>性質の低いものはもう取らないというようなプラクティスだったと思うんですけど、はい、日本と疫学が違う中で行われているのは行われているんですけども、もそれによるともたたた、例えばただの熱とか発血が増えているとかいう理由で取では、絶対取らないということにはなってはいるんですけど、まあ、そういう運用が3ヶ月の間にそん、 そんなにこう、もっとシンプルにしないとなかなか難しいんじゃないかなと思いますけどね。そういった運用は戻すあ。ごめんなさい。その文献の URL って貼れますああ、貼れますよ。はい。すみません。まあ、ただそういったあのプロトコールの運用ってものすごい人手がかかりますよね。うん、そうですね。そう思います。 これ実際に正直、うちは美容ミリウなんてあんまり関係ないんですけど、<laughs> これは実際にそのどんな風なパターンで入荷してくるかっていうのもすごい大事で、何て言うんですかね、まあ、毎週少しずつ入ってくるのか、なんかこうどんどん減っていって、いつ入ってくるのかわからないみたいな状況になるのか。 なんかその辺によってもちょっと変わってくるかなと思いますし、まあ、さっきの,のマニュアルの,その血液培養ボトルって多分今でも一応残ってるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、まあ究極の話別に CNS とかが生えたらまあ分かんないけれど例えば あの肺炎球菌とか大腸菌とか、漢字だとか、そういうものが入るかどうかみたいんだったら、極端な話、例えば、末血の容器にとか、生花の容器とかに血液取って、それを温めたらどうなんだとか思ったりするんですけれど今でもありますもんね、あのいわゆるあの抗酸菌の,あの血液培養とか、心菌の血液培養っていうのは、いわゆるあのデュポンアイスレーターって、昔のマニュアルカルチャー、プラットカルチャそのものも、ね、なんか、まあ、究極の状況でもう、検査目的がはっきりと決まっている場合は、もうそのコンタミリスがどうだとかって言って、 臨床的に疑われるような微生物が入るか入らないかそれだけを見たいという状況ではそう,そういうこともあの考えなくもないかなとは思ってましたけれど、うん。ただこれに関しては正直言うと日本 の方が、あの、非常に対応難しいと思いますね。アメリカの場合は、あの、あまりにも無駄なブラッドカルチャーが多すぎるので。で、改善のうちはいくらでも見つけられるんですよ。え、正直言うと、こちらでそのスターフ,フォールスバークテレミアがあったりすると。2週間、毎日血液バイオを取り続けたりって、<laughs> よくある話なので。そうなんですね。ちょっと呼ばれたん帰ります、はい。はい、ありがとうございました。うありがとうございます。先生、三島先生、ありがとうございます。すみまありがとうございます。お疲れ様です。 で内科の入院病棟なんかだと血液培養を取られてない患者の方が少なかったりするんで、うん、結構その余地というかあの、そういうのは減らす余地ていうのは、多分こっちの方が大きいと思うんですよねう。なんですね。はい、ありがとうございます。えー、っと、どうしましょう、まあ、血培養のボトルの話も尽きないかもしれませんが、うん、とりあえずちょっとこんなところで、あとどうですかね、まあ、せっかくの機会なんで、ね、もし西村先生の方からあの後藤先生にお尋ねされたいこととか、なんか、あればいやいや、僕なん,かなんか言えることはあまりないと思います。えー <laughs> えそのこう実際のところこう、多分今こう、そのブラッドカルチャー・ダイアグナスティック・スチャーシッシュプってさっきあの笠原先生がおっしゃったようにアメリカが中心に言われつつあると思うんですけど、その現実どれぐらいそういうプラクティスってこう各病院でこう今、叫ばれているのかなっていうのと、もう一つう先生の考えをお伺いしたいのは、キュミテックの,そのガイドラインに書いてあるような血売の最終率って日本のこう入院日数考えたら、 果たしてそれがこう適正と言えるのかどうかっていうところに関して、いかがですかえとまず第2点からお話しますと、はいはい、あのガイドラインを読んでる人とか知ってる人はこちらではまず存在しないと思います。っていうか、あの数字は何の根拠もないんで、ですねであそこに出席してる人たちが自分の病院の,の陽性率とかなんあの数字とかを見て、まあ、こんなもんじゃねって言ったぐらいで。うん、であの非常にに病院によって でその病院の,その患者層とかによっても幅が広いので、うん、正直言うと、これが適切な数っていうのは、おそらくあのはっきりとしたものはないですし、うん、逆に言うと、どういった患者がその,その病院にいるのかによって、ケースミックスによってものすごく、うん、あの差が出るので、うんうん、でこれはあの病院同士でそでどれぐらいの,その採取率をやってるからとか、どれぐらい陽性率だからって、比べられるような数字じゃないと思うんですよね。 ですのでそのベンチマーキングには少なくとも使えないで指標としてもその病院でのいくつか目指すっていう数字をつけるのはあのできると思うんですけど、うん、あの全ての病院でこれぐらいを目指しましょうっていう数字をつけるっていうことは不可能だと思います二、うんうん、点目のご相談の質問が先に言うとあのガイドラインは誰も聞いてませんし、うんうん、であのガイドライン自体に根拠もないですしあ,のあんまりあの やってると一点目の大学、ま、クスワーズシップ、ね、今のは、えっと、キュミテックのななんのガイドラインの話ですか、ね、キ,ュキュミテックの,その血液培養のガイドラインで、大体こう最終率の目安っていうのが、多分、はい、ペ p a t i e n t d あたりという数字が多分出てくると思うんですよね、100アメリカンソサイティマイクロアラジー、はい、アメリカの微生物学会が出した、あれ、ガイドラインなんですかね、そもそも。うん なんかあのコメンタリーみたいなそのコンセンサスドキュメントがあるんですけど西村先生がおっしゃってるのは、はい、あんまりそんな頻回にか改定されてるものじゃないかなとではないです、はいではないです、ないです前のものです、ね、そうです、だから割と日本だとこうあれをまだこう主張されることが多いなと思って、うん、まあ陽性率も補正率もそうですけど、はい、でそれで足りない、足りないって言われ続けるので、まあ、本当にあれにどこまで、あれ、あのその。 根拠ががあるるのかかとと言われなななり微妙だなと思いながらいつもいいらつ少なくともこちらでそのスタートシップの,、はい、あのディスカッションとかするときにその数字が出てくることはまずないですね。わ、はい、かりました。ちょっとチャットの方に URL 入れておきますあの、はい。すみません、1点目の方に行ってください。1>, でえっと、1点目の方に関しては、あはい、あのダイアグノスティックスタートシップの,あの一環として、ブラッドカロチャーの,その取りすぎをっていうのは、あの確かに 言われてますけれども、まあ、の病院によって、まあ、ほとんどの病院で大学のツイースターティッシュプ取り組んでると思うんですで、ただその中で、じゃあ、ブラッドカルチャーを。 優先的にそのストアドシップの対象にするかあのいろんなそのターゲットがあるじゃないですか、うんはい、でそのどれがその自分たちの病院で一番その重要なターゲットなのかっていう考えるときにブラッドカルチャーをその優先順位が高いターゲットにしている病院っては多分まだ少ないと思います、うん、ただこのショーが返ってきたんであのその優先順位がぐっと上がるっていう病院はおそらく増えてくると思うんですけど、うん、他にもいっぱいそ,そもそも 血液培養だけじゃなくてあ、アメリカの場合、一般検査も取りすぎなので、あ CHEM7 と,あとっていうのはあの入院してると、毎日理由があってもなくても研修で全部オーダーしてるんで、<laughs> まあ、そういうのとよっぽどやった方がコストベネットいいんじゃないかって,って昔,か、ね、昔からなんですよ、もう少なくとも僕がアメリカで初めて切った22年前には、もう当然のこととして定着してました。<laughs> なんかその日本はね検査しすぎみたいな でアメリカではすごく吟味して検査してるんだみたいないやそれがですねあのアメリカでもたま <laughs> あの最近なんかあの CRP をあの2日に1本とか毎日とか出す研修医が現れ始めてでそれ問題になってるんですよ <laughs> 大きな問題になってるんですよ <laughs> あらまあなるほどありがとうございます。